テレビ、神奈川アニメ番組放送一覧では、神奈川県の独立局であるテレビ神奈川で放送中、ないし以前に放送されたアニメ、アニメ情報番組を列挙している。放送時刻は JST で表記。全日対ゴールデン対深夜帯ちなみに、ドロンコロンと青星は、TBK 開局40周年記念で制作されたもので、現在でもクロージング直前、オープニング直後や、 穴埋め番組として放送されている。アナザー AKB0048 は UHF アニメ扱い日本テレビ、系列テレビ朝日系列、TBS 系列テレビ、東京系列 TBK 以外の独立系2004年10月頃まで、月曜木曜夕方18時30分19時は TBK アニメ再放送枠だった。In、神奈川県内では地上派発放送は テレビ神奈川が幹事を務めた作品。TBK で過去に UHF アニメとして放送したもの。ここで、東名藩の各局制作で紹介されたものを除く。エトセトラ、エトセトラ、エトセトラ。TBK で過去に UHF アニメとして放送したもの。ここで、東名藩の各局制作で紹介されたものを除く。エトセトラ、エトセトラ、エトセトラ。 TBK が幹事を務める新作アニメを中心とした声優陣のトークショー、主題歌のライブステージなどを行うイベントである。2008年に関東ローカル局単独のアニメ、関連イベントとしては初めて開催された。独立局が主体となってアニメ関連のイベントをほぼ定期的に開催するのは非常に珍しい。2016年より休止状態となっている。 TVK アニメ祭りに関するカテゴリー、ありがとうございます。